はい、おはようございます。朝からリンリン TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。私はですね、佐野館林の情報誌、栃木県佐野市と群馬県館林市の情報誌ふわりを作ってます。リンリー鈴木と申します。この番組はですね、この情報誌ふわりの紙面だけでは伝えきれない、オーナーさんの思いですとか各種イベントなどの情報を、随時更新していく情報番組でございます。今日はですね、皆さん覚えてますかね、1年前に、佐野市高崎町で、営業してました生態ヤワラックス阿部さんがですね、去年、おしまいつつ閉店してしまったんですけども、その後、読者の方とかから、阿部さんはどうしたんだっていう情報を多数いただきまして、で調べたところですね、なんと、この2020年1月からですね、堀米町っていうところで、隠れ家的サロンをなんかオープンしたっていうことで、早速ですね、これから阿部さんに直接ですね、オファーをして、お店の方に突撃インタビューにお伺いしたいと思います。じゃあ早速行ってきます。はい、じゃあ、ちょっと今からですね、阿部さんにアポを取ってみたいと思います。あ、もしもし、あ、阿部さんですか。はい、あ、阿部さんでいらっしゃいますか。あ、そうです、そうです。リンリン鈴木です。去年、ヤワラックスさんの時にちょっと大変お世話になりました。あ、どうもどうも。お元気ですか。あ、大丈夫です。元気だよ。聞いたところによると、ちょっとなんかお店をまたちょっと始めたっていうのでちょっと聞いたんですけども、あれですか、実際に佐野の、これ厚生病院の方で裏の方でやってるんですか。そう。今年オープンしたんだけど。あ、今年オープンしたんですか。はい。あ、じゃあちょっと今から突撃インタビュー行ってもいいですか。別にいいですよ。あ、いいですか。はい、じゃあちょっと、はい、これからお伺いします。はい、はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっとこれからですね、なんか来ていいっていうので、ちょっとこれから行ってきます。お世話になります、リンリンです。あ、こんにちは。あー、どうも、新聞屋方も。いやいやいや。あ、お元気そうで。元気です。あ、じゃあちょっと早速ちょっと中の方でちょっとお話聞きたいんですけども、はい、すいません、突然にお伺いして。はい、じゃあ失礼します。はい、はい、じゃあ改めまして、リタクゼーション身軽オーナーの阿部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、本当にすいません、突然お伺いしてしまいまして。じゃあ、簡単にですね、プロフィールの方を紹介したいと思います。2019年1月ですね、全店、ヤワラックス阿部さんを、突如閉店、その後1年の月日を経て、2020年1月2日、もみほぐしや、リンパマッサージ、占いで心も体も、身軽になってほしいという思いで、隠れ家的サロンリラクゼーション身軽さんをオープン、完全個室なので、周りの目を気にせずにリラックスできるお店ですということで、この、まあ、1月2日ですかね、3日1月3日に、オープンされたっていうことで、まあその間ですね、まあいろいろなことがあったと思うんですけども、今後質問していくんですけども、なんかその経緯みたいなのって、なんかあるんですか？このオープンまたしようっていう思ったの。とりあえず、その2019年1月に閉めて、はいはい、もう10年あそこでやらさせてもらって、はい、まあ一人でやる限界を感じたので、はい、まあこれからは、まあもうちょっと人数を増やしてやるような形、がいいな。って思ってて、はい、まあ、場所、地域的なのもあるじゃないですか。はい、この地域は、まあ、お客さん来るだろう。うん、だけど、まあ、維持していくのはどうなのかなとか、うん、だからそういう感じで、まあ、いろいろ調査をしながら、はい、まあ、1年過ごしてましたけど、はい、まあ、満を持して、はい、まあ、ここにオープンできたっていうことですけどね。ああ、はい、なるほ
この後もちょっと質問ですね、いろいろ阿部さんのことに関して、リンリン鈴木が、切り込んでいきたいと思います。はい、リンリン鈴木とですね、阿部さんが出会った経緯なんですけども、まあ、これは2007年かな、前のアイワラックス阿部さん時代に、まあ、営業でちょっとお伺いさせていただいたんですけども、まあ、前回のちょっと動画でもね、お話してると思うんですけど、まあ、見てない方用にですね、その当時のリンリン鈴木はどんな感じでした？なんかこう、なんていうかな、物おじが柔らかすぎるっていうかね、はい、ちょっと、この人に任せて大丈夫なのかなっていう、うん。それはみんな言ってた。そう。ふわったよね。ふわっ。一番最初に来た時に、ちょっと邪険に扱ったような気はするけどね。ああ、邪険っていうか。ちょっとゲイみたいな。ああ、はい。いや、無理でしょ、みたいな感じではあったよね。はい。うん、まあ、それから、いろいろ、ふわりも出していただいてましたし、まあ、チラシとかも、作っていただきましたんで、本当に、まあ、その他に、阿部さんといえば、やっぱ、アイデアがね、すごい、豊富だなって感じました。うん、はい。ありがたい、ね。ありがたい。そういうのを、まあ、形にしてきたっていうのもあるけどね。ああ、うん、はい。そうですね、だから本当に、まあ、ヤワオくんっていう前のね、キャラクターもすごく人気でしたし、うん、まあ、クリアファイルとか、カレンダー、うん、カレンダーも作りまして、うん、いろんなバージョンも作ったんですけども、うん、はい、なんかそういうアイデアがね、うん、もう多彩だなっていう。カレンダーが良かったよね。カレンダーよかった。あれ、でも好評でしたよ。ああ、ありがとうございます。うん、じゃあ、それももともとほら、阿部さんのアイデアだったよね、やっぱり。うん、はい、そういうのをね、また復活したんで、出していってほしいなっていう。まあ、ね、そういうふうにもう、まあ、自分もやっぱりやりたいなと思ってますけど、はい、一回ね、はい、カレンダーの日付間違えてた。それは、それはええやん。お客さんからして、チェックされて、阿部さんからもらったカレンダーなんか日付違うんだけど、そんなことってないでしょみたいなね。でも本当だったからね。はい。あれは、ちょっと曲がったよね。いや、それも、経ての今がありますんで、本当に、ありがとうございますんで、いろいろ。うん。だから、リンリンのフォローをこっちもしてる感じ？はい。うん。いや、阿部さんだからしょうがないよね。いや、俺が作ったんだけども、俺じゃないんだよ、と言いたかったけどね。まあ、それしょうがないなって。はい。はい。今後気をつけたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと次、質問のコーナー。はい。はいはい、じゃあ、リンリン鈴木の無茶ぶりのコーナーの時間です。この時間はですね、まあ、オーナーさんであります、ゲストであるオーナーさんの、まあ、お店に対することとか、まあ、そういうのを直球で質問をしていくコーナーでございます。はい、じゃあ、まず一つ目ですね、まあ、このミガルさんになって、まあ、この、まあ、このヤワラックスさん時代と、まあ、変わったことっていうか、そういうのはどこありますか？まあ、まず、ヤワラックス時代は一人体制で、はい、やってたんですけど、はい、まあ、ここの身軽では二人体制、はい、まあ、僕ともう一人山越さんっていう女性のセラピストがいることによって、はい、まあ、リンパもできるので、はい、リンパやるときには山越さんがやって、まあ、その他のことは僕がやったりとか、はい、で、まあ、占いも、はい、山越さんはできるので、はい、まあ、そういうプラスアルファの面ではすごくいいなとは思ってます。やっぱ違います、お二人、二人全然違いますね、うん、だって前の時は一人だから結局0か100しかない、うん、だけど今度二人いるので、はい、とそれがなくなるわけ、0がなくなるってことはすごくいいわけですよね、うん、だから60、70ぐらいになってれば、うん、まあ来やすい環境にはなるかなってのはあるけどね。あ、60、70って60歳。いやいやいや、違う、そのパーセンテージの。あ、60%、70%。そう。ああ、うん。はい、じゃあ続いての質問でございます。まあ、去年ですね、2019年1月に突然の閉店されましたヤワラックス阿部さんですけども、まあ、それから1年間っていう、まあ、月日が流れたわけですけども、まあ、この間っていうのは、まあ、どんなことを考えていらっしゃいました？全く別の業種で働かせてもらったことで、すごく
幅は広がりましたよね。ああ、こういう仕事もあって、うん、いやこういう仕事をやったらここが疲れて、うん、あこういう不具合が出るんだなっていうのもあるし、はい、でそのお店も別なところに行って、はい、まあ、店長としてやらさせてもらって、うん、でそこでの人を使うことを、うん、リーダー的な立場で、はいろいろ回さなきゃなんない大変さもあり、うん、でそこで の, その集客に対してとかその地域柄に対して、はい、そんなもあったりで、また別なお店行って、まあ、そこの場所、はい、それでその、まあ、通りに面してたので、まあ、ちょっと賑やかすぎるところもあり、うん、はい、あこれだとちょっと不向きなんだなとか、あそういうのもあって、まあ、本当にここはすごく静かな場所で、うん、まあ、隠れ家的にやっとできるなって、はい、やっと理想 の, その、まあ、10年過ぎて理想の形ができたなっていう気はしますけどね。やっぱりね、ヤラクスさんで10年やったっていうのもやっぱり、まあ、それも一つと、まあ、その後の1年間これもかなり、まあ、濃い1年だったっていう、うん、すごく濃かったですよね。あ、うん、だからそういう意味では、まあ、別な、うん、本当に仕事も経験できたことも、うん、そうだし、人と触れ合うことが、はい、やっぱり地域によって場所によって全然違う、うん、そういうところでは大きい1年でしたよね。あ、まあ、それからまあ再スタートっていうかね、まあ、今年が切るわけですけども、うん、まあ今後ちょっとまあこういうふうにしたいっていうのはありますか、うん、お店のこと、お店とか、まあ、阿部さん自体にも。まあ、本当に地域密着なので、はい、まあ、ここの今、堀米地区をまずその、ね、はい、広げて、まあ、地元の創造方に、はい、今貢献したいっていうのはありますよね。うん、で、まして、その、近くにも厚生病院さんもありますから、はい、まあ、そこでその、ね、見舞いに行って、疲れたとか、はいはい、そういうので、まあ、帰りに寄ってくれて、はい、癒してもらえればなっていうのもありますし、はい、じゃあ、まあ自分の質問はまあ一応これなんですけども、うん、はい、逆に阿部さんから逆質問ありますか、リンリンする気。まあこれからもどんどん頑張ってもらいたいなってのはあるんだけど、はい、まあ、どういう形で、はい、仕事を、はい、まあ、展開していくのかなっていうのはあるよね。あ、まあ、あのこちらの YouTube と、うん、まあ、あとふわりの方も、まあ、ふわりの方がありつつの YouTube なんで、うん、あのまた阿部さんにもいろいろ協力をしていただきながら、うん、あの、まあ、地域のために、うん、あのちょっと発信できればなっていう、個人店舗がやっぱりオーナーさんの思いとか自分はいろいろ聞いているので、あのそういう思いを全国の方に伝えたいっていう。あ、YouTube で。YouTube でね。はい。なるほどね。はい。ってことはもう幅広く、はい、みんなに見てもらいたいわけだね。そう、そうですね。はい。あ、それが一番ね、YouTube としての、まあ、魅力でもあるからね、うん。うん。そういう意味ではいいと思うけどね。はい。紙媒体はあんまりこれから。紙媒体も、やっています。もちろん紙媒体。自分はもともと紙の方の人間なので。うん、まあ多分ね、みんなにいろいろ言われてると思うけど、やっぱり部数がね。また始まったよ。もう本当にね、部数をもうちょっと増やしてほしいっていうのが、やっぱり多分みんな思ってると思う。まあ、あの、紙媒体、やっぱり残したいんですけども、どうしてもやっぱほら、今、動画のね、うん、時代なんで、うん、やっぱり、こう、紙はどうしてもコストもかかっちゃいますし、うん、まあ、いい良さはあるんですけど、その辺が、うん、阿部さんにもちょっとご理解いただきたいなという、うん、はい。で、僕だけの理解じゃなくて、多分いや、みんな、いや、それはみんなに、皆さんにちゃんと説明を、うん、してます。してる、うん、納得してる、納得でもしていただいてます。ん、はい、納得してます。本当に、はい。そうかな、納得してます。あ、そう。やっぱ、はい。あ、そう。はい。いや、悲しいですけどね、髪がなくなっちゃうのは悲しいんですけども。うん、はい、やっぱり同時にやっていかないと、うん、これからはやっぱり、はい、うん、生き残っていけないみたいな。そのドカちゃんもさ、はい、ドカちゃんは、はいはいはい、ドカちゃんは、うん、はい、もうそのスタイルは変えないんだ。ドカちゃんスタイルはまあ、前回も言ったんですけど、怒られたらやめますけど。怒られたら誰で、怒られたっていうか、まあ、一応これはだからユニフォームだからなんですよ。作業着ですね。作業着、勝負服。
勝負服なの？はい。勝負服じゃない気がするけどね。だ以前もほら、スーツだったじゃないですか。昔は。ん？昔スーツだったんですよ。色変えたらいいんじゃない？ああ、色、ああ、いいっすね。もしあれだったら、その、はい、何を教えるの？色によって、その、変えるとか。教師によって変える。そうそうそう。例えば、美容系で、はい、だったらば、こういう色とか、はい、あの、なんかそういうふうにさ、はい、作業着の色を変えると。そうそうそう。あまあ、赤じゃちょっとあれだけどね。はい、うん。あ、安倍さんだって、この格好は前から知ってましたっけ？まあまあ、あの、衣装はだんだん変えてるけどね。変えてますよね。袖が、今度は袖がなしになったタイプあって。はいはい。昔本当にあの白衣みたいに着てませんでしたっけ？いやいや、着てない着てない。でもなんかね、医療系っていうか、そういう、まあ、医療じゃないよ、うん。美容系でも、白はいいかもしんないけどね。はい。だから理科の先生じゃん。長いです。長いです。実験？実験の、そういう時の。でもお客さん不安になるでしょ。まあそうですね。何をされるんだろう。そうそう。実験されるのをみたいな。はい、ちょっとやばいですね。はい。今はじゃこれにもついたって。そうね。いや、そのうちに変えようかな。で、リンリンが変われば。なんで俺も変わる。なんで俺発信だっす。え？なんで俺発信だっす。変わったら何か、色も変えてくれる。うん、なんか面白くない？あ、うん。今日の気分は。今日のラッキーカラーですって言って、ラッキーカラーで、施術着も変えて、はい。そしたら、人にもね、はい、ラッキーカラー、本日のラッキーカラーです。勝負服、勝負カラーなんですよ。勝負カラー、あいいんじゃない？そうっすね。じゃ印象に残るよね。あー、まあ。こっちだって外に歩いてたら印象残んないでしょ。あ、リンリンだって分かんないね。まあ、ドカジャンって定着してくれるって言うんですけどね。じゃあ、この後あれですね、皆さんお待ちかねのリンリン鈴木の、また、悶絶の足つぼ体験、うん、こちらの方をね、まあ、身軽さんになっても、変わらず、この、毒舌と、まあ、足つぼはね、気持ちいいですよ、これは。うん。うん、そうですよ。気持ちいいと思います、多分。多分。はい。じゃあ、こちらの方、一回ちょっと安倍さんの方にやっていただきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、足つぼ体験2020の方を安倍さんの方に、お願いします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ最初はね、これね、いいんですよ。まあもう全然だってね、塗ってるだけだから。まあそれは今は塗ってるだけなんですけども、楽しそうにやってますからね。うん、いいですかじゃあ。そこはね。いいですか、ね、いいですか、心の準備いきましょう。心の準備よろしいですか。いいですよ。いいですか、ほんとに。はい。おいちーどうどうあいい、やっぱり痛いよ、2020年も痛いよ。どうですか ?2020 年も痛いです。すいません、もう声出して、2020年も痛いです。絶対俺、悶絶しない人いないですって。いや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 、いや結構平気な人いますよ。ほんとっすか？いますいます。最近、花粉症とかは全然平気？花粉症っす。あ、花粉症なんだ。はい、痛くない？いい、ちょっと痛いです。うん。なんか結構ね、それで、ちょっとずつ改善されてる人もいるみたいに。うん。オープンの、オープンして、やっぱりこう、何か毎月、まあ、イベントをちょっと仕掛けたいな、ということでやってるんですけど、今月は、足つぼ定額制を。足つぼ定額制でやってますね。はい。やってるんですけど、まあ、1ヶ月、まあ、着放題。1日1回着放題で、まあ、8000円。で、まあ、おかげさまで、まあ、毎日に近い感じで来てるお客様もいますよね。はい。で、まあ、最初は、本当に、このぐらいでいなかったのが、だいぶこう、ここら辺まで入るようになってきたので、はい、やっぱりだいぶ。いやいや、俺の時も最初からハイトップじゃないですか。耳耳耳遠くなってきたんじゃない？聞こえてますか、僕の声が。聞こえてます。イレレ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 終わりぐらいです。おーいでで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 。あいた。いやマジやばいです。いで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 い
すごくない？足の演技が。いい痛い無理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 いやもうやんなくていい。もうそこいいっすよ。いやもうそこもらったいっぱいっす。そこもらったいっぱいっす。いや、真ん中いいっすよ。いやーそう。まあ、こういう感じ？あー。はい。大丈夫ですか？いやー、大丈夫っす。はい。はい。いや、もういいっす。ありがとうございます。はい。あー、いやもう。スイスでも、もう本当に、やっぱ阿部さん変わってないっすね、もう本当に。はい。もうでも大変ね、質問の方、2020年バージョン。いやー、気持ちよかったっすね。気持ちよかった？もう一気に疲れてる感じが見える。いやもう。痛すぎて。いやいやいや、いやもう本当に、いやもう本当ありがとうございます、もう。うん、はい。もうまた頑張れます。一回だけじゃダメだよね。いやいや、もう、いやもう、大丈夫です。もう十分、お腹いっぱいです。いやいや、悶絶度が変わってくると思う。いやいや、もう悶絶いいっす。大丈夫っす。欲しがってくるって。いやいや、大丈夫です。じゃあもう、じゃあ番組の方、締めの番組に入りたいと思うんですけども、はい。まあ、締めの言葉の方を、安倍さんの方に書いていただいております。はい。じゃあ早速発表していただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。楽です。楽。楽。ああ、これは楽しいっていうか、楽っていう字だ。楽しいもそうなんですけど、はい、例えば、まあ、うちの店に来て、はい、帰りに楽になって帰っていただくというのもあるし、はい、それで、まあ、うちの店をこう利用することによって、まあ、楽しい身になる。うん、まあ、どういうその変化があるのかって、ワクワクしながら来店される。はい、うん、そういう楽しむっていう意味でもあります。あで、まあ、この家族連れで来られてるお客様も多いんですけど、その子供さんと連れて、で子供さんと賑やかにここで遊んでたりもする。でそういうその楽しい、子供も楽しい場所、はいはい、そういう意味でも、まあ、本当に楽っていうのはいいのかなって思ったんですけどね。あうん、まあそれが日常の中に打ち込んでいただいて、はいはい、まあ、もう家族の中でも、はい、まあ、あんまり喧嘩もせずに楽しく過ごせればいいのかなっていうふうに思ってますけどね。はい、いや素晴らしい言葉ですね。やっぱり阿部さん自身もね、これからの楽しい日々をそうね、ね、やっぱり皆さんくれたらいいなというふうに、うん、思いますね。はい、はい、でまだ皆さんと楽しい時間を過ごせればなと思ってますんで、うん、はい、ぜひ来店してくださればなと思ってます。はい、はいはい、ぜひね、ミガルさんの方、聞いていただければと思いますね。はい、はい、じゃあ、はい、今日は佐野市、堀米町になりますリラクゼーションミガルさん、オーナーさんの阿部さんのところに、お邪魔いたしました。リンリン TV 次回もご覧いただきますよう、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。